今回は神戸高速鉄道について取り上げたいと思います。神戸市には地下鉄が2種類あります。一つ目は神戸市営地下鉄、こちらは完全に 100% 市が管理しています。もう一つが今回のテーマである神戸高速鉄道になります。阪急、阪神、山陽、新鉄の4社が乗り入れていますが、ちょっとシステムが複雑です。私文系でも人文系なのでちょっと理解できないのですが、うく主のおっさん、文系という括りの中でも世の中の仕組みについては学ばない方に入ります。そんなわけで経営や経済などの仕組みが理解できなかったりします。世間では言い訳になってしまうかもしれないですが、まあこの辺は許してくださいね。さて神戸高速鉄道について今回は調べてみました。昔うく主このように思いました。うん、何それ山陽新幹線の間違いじゃねえ。高速というワードがついているため山陽新幹線みたいな存在をイメージしていた時代があります。ですがこちらは地下鉄になります。ただ普通の地下鉄ではなく少し違ったシステムになっています。皆さんこのように思ったことないでしょうか。おい、なんで別会社なんだよ。なんで阪急とか阪神じゃねえんだよ。車両は阪急や阪神などの私鉄のものとなっています。また実際の運行体系もそれぞれの私鉄と同じです。ですがあくまでも第三セクターのテリトリーとなっていて、所有権も神戸市と私鉄4社による合同地下鉄みたいな存在になっています。まあどんな経緯があったのか見ていきましょう。合同地下鉄の話が登場したのは戦後間もない1947年のことでした。当時神戸市はこのように言いました。復興に路面電車だけじゃ足りないな。戦時中の空襲によって神戸市は大きなダメージを受けていました。戦後は焼け野原からの復興を進めるのですが、路面電車の改良も進めたい気持ちを持っていました。一方神戸市内にあった私鉄4社はこのように言いました。あー、神戸市の中心部まで伸ばしたいな。いずれの私鉄も神戸市の真ん中までは線路を確保できていませんでした。戦前から延伸のプランを持っていましたが、神戸市の意向やお金の問題から実現には至っていませんでした。そうした中、神戸市と私鉄4社はミーティングを開きました。ここで共同声明を出しました。具体的にこう言いました。我々共同で地下鉄作るぞ。こうして第三セクター方式で地下鉄の会社を作り、神戸市内の中心部を通り抜ける路線を作ることで決着しました。ここで誕生したのが神戸高速鉄道という会社です。所有権の配分はこうなりました。阪急、阪神、山陽、新鉄の4社が4割、神戸市が4割、鉄分を含まないその他の会社が2割という構成になりました。こうして1968年神戸高速鉄道東西線、南北線が開業しました。なお神戸高速鉄道はこのように言いました。おい、車両とか持たないからな。おい、私鉄だとよろしく。神戸高速鉄道は単独で車両を持たず、運転士や車掌も採用しませんでした。よって電車を走らせるのは私鉄4社に任せることとしました。一方駅に関してはこのように言いました。駅の運営を俺がやるわ。神戸高速鉄道が直営で行い、改札とかにいる駅員は神戸高速鉄道で採用された人たちが行う形になりました。なお路線網は直営のものとなりました。したがって神戸高速線という名前がつくテリトリー分の運賃はすべて神戸高速鉄道に入りました。よって複数の鉄道会社にまたがる相互直通運転と同じように、神戸高速線の部分は別料金となりました。そんなわけで皆さんこのように思ったかもしれません。何ってかわからん。例えば阪神梅田駅から山陽明石まで乗ったとします。この場合梅田元町間の運賃は阪神に入り、西大明石間は山陽電鉄に入ります。そして元町西大は神戸高速鉄道に丸々入ることとなりました。要するに車両や乗務員がいなくても一つの鉄道会社とカウントされていたわけです。ただ1986年になると鉄道に関する法律が変わりました。鉄道会社は3つのタイプに分類されることとなりました。どんな分類になったのか、
少し見ていきましょう。線路と車両の両方を持つ鉄道会社は第一種鉄道事業者となりました。全部自前で一番多くあるパターンです。車両だけを持ち線路はどっかからレンタする鉄道会社は第二種鉄道事業者になりました。整備新幹線と同じような感じです。車両は持たず線路だけ持ってよそ様に貸す鉄道会社は第三種鉄道事業者になりました。まあ整備新幹線であれば鉄道運輸機構みたいな感じです。ますます分かりにくい説明になってしまいましたが、神戸高速鉄道は最後の第三種鉄道事業者に該当します。ただ当初は第一種鉄道事業者での登録を求めました。そんな中、国はこのように言いました。お前車両持っていないだろう、線路貸してるだけのところと同じだろう、はい却下。そんなわけで線路を貸し出している鉄道会社として判定され、自前で運営しているとは認定されませんでした。貸し出し会社としてのポジションはいろいろと不利でした。駅にエレベーターなどをつけた場合、普通の鉄道会社であれば補助金がもらえます。ですが神戸高速鉄道は運行会社ではないとして対象外となりました。そうしたデメリットが出てきたため、私鉄らとミーティングを開きました。そしてこのように言いました。もう運営は全て私鉄らでやって、俺は線路貸し出すだけにするわ。こうして電車の運行のみならず駅の運営も私鉄に移管しました。よって運賃収入は全て私鉄が受け取り、神戸高速鉄道に対しては線路使用料というサブスク料を払うシステムになりました。神戸高速鉄道の部分はこれまでは運賃収入は全て神戸高速鉄道に入り、車両代を私鉄らに支払うシステムになっていたため、仕組みを完全に変えたわけです。また神戸市も少し撤退することになりました。神戸市はこう述べました。俺市営地下鉄に集中したいな。神戸市は市営地下鉄も持っています。現在は神戸高速鉄道とバトルする区間もあります。そんな中、神戸高速鉄道に力を注ぐのも難しくなってきたみたいです。よって神戸高速鉄道の所有権の勢力は企業当初とは大きく変わりました。現在阪急、阪神、神戸市はそれぞれ 25%、 山陽は 12%、 神戸電鉄が 8% となっています。ただ阪急、阪神、新鉄は阪急阪神ホールディングスというグループに入っています。よってほぼ阪急や阪神の子分のような存在になっている模様です。ただ皆さんこのように思ったのではないでしょうか。おい、なんで運賃別計算なんだよ。現在は確かに神戸高速線は各社それぞれのものとの扱いになっていて、神戸高速鉄道へは単にサブスク料を支払うだけとなっています。ですが運賃は各社本線とは別計算になっています。この理由について私鉄たちはこのように言いました。収入減るからそのままにするぞ。公式には述べていないですが、本線と通算すると収入が減ってしまうためみたいです。というわけで神戸高速鉄道のシステムが変わっても乗客にとってはあまり関係ないみたいです。以上、複雑な存在神戸高速鉄道についての大雑把な解説でした。最後になりましたが、当初の神戸高速鉄道が第一種鉄道事業者を目指していた点に注目しました。ウプ主のおっさん、こう言いました。車両ゼロでは第三種しか選択肢がなかったんですね。3飲み屋ゆで